さあ皆さん始まりました。3月の20日今が16時40分。いつも通りマーケットの分析やっていくんだけど、現状日経平均また下落、388円安で今も下がって、日経平均先物が、まあ、160、70円ぐらい下がってるんですね。すべてドル円が円高、まあ、下落してるからですね。また加速、130円の90銭台まで進んでます。シリコンバレーバンクショック依然として継続っていう形で、まあ、クレディスイスとニュースとか入ってるんだけども、それでもまだ弱い現状のマーケットの分析でやっていきたいと思います。で、僕に関して言うと、一応2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナス狙って毎年で社長賞取ったりとか、しっかりと実務経験を積んできているので、そこあたり踏まえた上でこれからの話を参考にしてほしいし、あと僕の配信ね、聞いてる方、結構今回の急落も事前に回避できてる方、利益取れてる方も多いので、そこあたりもね、よかったら参考にしてみてください。詳しくは夜のライブ配信見てもらえたらわかると思います。よろしくお願いします。というわけで、まずはいつも通り日経平均の、ね、分析やっていこうと思うんですよね。あとよかったらチャンネル登録を皆さんよろしくお願いしますね。で、日経平均今日388円安、26,945 円まで下落で、今日経平均先物が180円下がってて 26,766 円ですね。はい、そこまで下がってるんですよね。で、今日の終わり方は引き安値、ね、もう弱いんですよね、終わり方が。で、5日移動平均線、この水色のラインと200日移動平均線、このピンクのライン、75日50日、この黄色の分かりにくいんですけど、100日移動平均線が断続的にデッドクロスを形成、下に圧力、下落圧力がどんどんどんって入ってる感じですよね。で、通常デッドクロス形成っていうのは下向き、まあ強化し通りいくなら下向き圧力が入りやすい、下落圧力が入りやすいサインになるので、それがまとめて帰った格好ですよね。で、パラボリック、このダットチャートは日足止めの方に点灯しているので、下落トレンドを形成してるし、一目の下限、この赤のラインを今日終わり値ベースで下回ったので、一目も下落トレンド形成、 MACD も鋭角に切り下がってるの、下落トレンド依然として下げのトレンドなんですよね。で、ストキャスティックスだけ若干切り上げてるけど、 RSI はまだ売られ付きの水準まで入っていない、そういった状況になっています。なかなかね、ちょっとその厳しい状況が続いてると。で、日経平均の PR12.5 倍の時の日経平均の理論値がだいたい 26,500 円ぐらいにありますから、まあ、ここと PR13 倍のところの理論値のレンジの範囲内で動いてるっていうふうに思ってもらったらいいんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、海外投資家はね、もうこの吸った金で1兆円相当売ってきてるっていうところもあるので、なかなかね、そのムードが改善しないっていうところですよね。ただね、僕の動画見てる人はもうここあたりでは一旦売っとこうっていうふうに言ってたので、僕の配信ではですね。今回の急落を、いや、その雇用統計に向けた事前準備を進めていたので、そこで回避できてるんですよね。で、高値掴みは禁止っていう形で再三にわたって皆さんの方にも配信してた。まあ、そこあたりもおそらくね、全体の勝率に効いてるんじゃないかなっていうふうには思います。で、今日の日経平均の、ちなみにデータとかも見てくんだけども、空売り比率 46.7% なんですよ。46.7%。そこまでね、その、空売り比率高まってないんですよね。まあ、だいたい平均45っていう風に考えるならば、若干少し多いぐらい。で、騰落レシオ。これ日経平均の過熱感を、日本株の過熱感を表す指標なんですけど、3月20日、今日時点で25日のレシオは 103.31。そんなに過熱してるわけではないんですよね。で、10日と6日の分に関して80下回ってるので、ここは逆にその売られすぎのサイン。出てるような状況。なんだけども、騰落レシオ下がるときは80とか行きますからね、50とか行くからね、すごいときは。依然として分からない相場が続いてます。で、さっき言った日経平均の理論値ですね。ここの話も一応しときましょう。で、これね、今日のデータが出てないので、先週時点でのデータになるんですけど、日経平均の一株当たり利益3月の17日時点で 2133.79 円。ここかけることの PR12.5 をすると、理論値、まあ大体26,672円かな。そこが出てくる。で、PR13 倍。いや、さっきの2133かけることの PR13 で、27,739 円っていうのが出てくるんですよね。なので、ここの PR12.5 倍のラインを下回っちゃうと、次は12倍が意識されるんですよね。25,605 円。まあ、ここまで行くかどうかは依然と、まだわからないんですけど、ちょっと円高進んでるから厳しいですよね。で、日商合計の信用倍率。はい、ここに関しては 3.38 倍ですね。はい、売り算が多かったけれども、今、買い戻しの手がね、若干入ってると思うんですよね。利益確定売りが。うん、現物売りが進んでる状況。まあ、この9600億円は3月の10日の週時点でのものなので、
ここからおそらく下がってて、信用評価損益率はマイナス2桁%いってると思うんですよ。マイナス2桁%いってるってことは、信用の評価損が全体的に加速、増えてるっていうことを意味するので、ちょっと弱いですよね。で、さっき言ってた投資主体別売買動向ね。ここのデータも見ましょう、一応。はい、ここですね。ここ。3月の10日の週。はい。海外勢、1兆1275億円売り越し。個人も売り越し。ただし、信用では買い越しなんですよ。投資信託買って、証券事故は需給を狙って、買いの手をガンガン入れてたんだけれども、最後の最後に高値をつかまされたっていうところですとね。1兆4466億円相当の買いが入ってます。これはその空売りの買い戻しが直近ガツンって入ってたので、28,500 円まで上がったのはそれがブースターとして働いてるんですけど、そこの3月の10日ってドタカレなんですよ。で、ちなみにその GPIF は全然買ってないです。はい。全然買ってない。信託銀行経由で GPIF 年金基金の買いは入るんですけど、そこは依然としてもここもと数ヶ月間ずーっと売り越しで、最大のクジラが沈没しちゃってるんですよね。はい。もう見えも隠れもしないという、そういった状況ですよね。で、この日常合計の倍率は、1月の27日から入ってたんですけど、これは日常合計の信用倍率を見てほしいんですよ。1月の27日の週から、売り算が8000億以上になって、一時期1兆円超えていた。要は全体的に空売りを仕掛けてた人が、1月の27日から急増してるんですよね。1月の27日の週から。なので、そこの売り方の買い戻しね、ショートカバー、強制ロスカットを狙った買いが証券事故かに入ってたんだけども、最後の最後で土天井というところですよね。で、3月と10日の週がちなみにどこだったのかっていうと、ここあたりですよね。ここあたり。はい。3月と10日。この1週間で、証券事故は1兆4000億円買ってるのに、海外勢は1兆円を売り越している。もうこれは情報を掴んでたとしか思えないですよね。今回のシリコンバレーバンクの破綻のこと。はい。連鎖破綻がね、続いてるので何とも言えない。で、クレディスイスのニュースとかが一応出てて、皆さんね、もう朝のモーニングサテライトとか見てたらわかると思うんですけど、UBS がね、クレディスイス買収ということでニュース飛んできてるんですよ。で、日本とアメリカと欧州の、日米欧の6中央銀行が協調し、市場へのドル資金の供給拡大を発表っていう感じでね、ニュースも出てる。ニュースも出てる。で、朝方日経平均は、そんなに下がってなかったんですよね。ここポイントですね。最近ずーっと皆さんに言ってることです。今日のツイッターでも皆さんの方に最後言ったんだけど、見ててくださいよって言ってた時間帯ね。そこで下がってたと思うんですよ。ここまではそんなに下がってなかったの。問題となったのが10時。昨日話してた、一昨日話した時は、10時10分からその先週の木金は売りの圧力が入ってたんですよ。で、今日はもう10時から売りの圧力が入って、そこからガツンって下に下がってる。なぜなのか。香港反省です。香港反省。もう皆さんに何度も言ってます。2.6%。はい。ここ下がってるんですよ、今。香港反省が。こんな形でですね。で、香港反省先物の下落を見て、10時から10時半に動いてきやすいんですよ。要は、連動してるんですよ。香港反省が上がると、日経平均も上がる。10時から10時半の間に。の動きで。はい。香港反省が下がると、日経平均日本株も下がる。先物の動きは、中国マーケット10時半からオープンするんですけど、だいたい10時ぐらいからね、それを織り込みながら動いてくるんですよね。で、これに関しては前からずーっと皆さん言ってるので、今週頭に先週もずーっとそれだったんですよ。優位性あったんですよ。で、今週頭、月曜日、その優位性は継続っていう形で出てます。しっかりと香港反省の動きを見ていきましょう。で、やっぱりそのドル円、それが円高に進んじゃってるっていうところも、日本株の下落要因ですよね。今ドル円は131円。さっき瞬間130円割れてたじゃないですか。下落方向にバンド置く。日足がボリンジャーバンドのマイナス2シグマ。この下の青のラインに沿って下がる強烈な下落パターンを今取ってます。ということは、フィボナッチラインをちょっと引くんだけど、過去のラインは一旦消しときましょう。フィボナッチの 61.8% 戻しラインまで一応押してるんですよね。ただし、バンド奥にはちゃんとした終了のサインがあって、
バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が上昇トレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったり、25日移動平均線までの軌道修正が入りやすいよねっていう期待値がある。ただ、パラボリック、このドットチャートはまだ、ボリバの中央線25日ラインを下回ってないので、ここの転換まだ見えてないんですよね。ということは、バンドークの終了のサインが出るまで下落圧力が続く可能性が高い。そういったところを踏まえて、見ておくべきなのかなと思います。じゃあ、今日日経平均の上下に寄与した銘柄群、どこだったのか見ましょう。1位、日本電産。2% 上がって日経平均を3円押し上げてます。セコム、セイコーエプソン、エバラ、イデミツ。まあ、あんまりこう、トップに入ってこない銘柄が上がってますよね。で、下落寄与度トップの方がやっぱし問題で、1位ファーストリテイリング、2% 下落で日経平均60円押し下げている、東京エレクトロン、アドバンテスト、ダイキン工業、ファナク、この5銘柄が下落寄与度トップ5。ということは、主力値が下株が全般的に売られてるので、先物中心に動いてる可能性が高いですよね。指数全体で仕掛けられてるってことは、先物に連動した、要はその下げが入ってたんじゃないかなっていうふうに思います。まあ実際問題ね、今またね、日経平均先物は下がってるんですよね。はい。下がってるんですよね。なので、ちょっとあれだよね。日経平均先物は下落方向にバンドークっぽい動きまだしてるんですよね。依然として止まるような気配はない。で、日経の主力銘柄見ましょう、動き。で、まず見ていくのがファーストリテイリングね。これ5日移動平均線、この水色のラインと25日がデッドクロス組みそうになってるんですよ。で、ストキャ、RSI、MACD、まだ売られすぎの水準まで下がってないので、ここに関してはまだね、落ちてくる可能性も考えられるし、ここから上がってくるっていうチャートパターンではないんですよね、今のところね。まあ、翌日の板の気配もあるんだけど、もちろん。で、ソフトバンクグループ。ここも、ちょっとまだ下げがきつい。日柄調整が入ってるんで、これがさらに続いてくれば、いいんですけど、ここも下落方向にバンドーク。4851円まで下落。やっぱその、ね、スタートアップとかに投資してますからね。自然と連想的な売りが入ってますよね、ここもね。ソフトバンクグループでしょ？で、東京エレクトロン。2.5% 下落、ここも。で、ここの三角持ち合いの最終到着点近くて、ちょっと下押し圧力入りやすそうになってるんですよ。まあ、どっちぶれるか問題なんだけど、今日の終わり方見ると、なんかその、移動平均線の角度的なところを見て、ちょっとその、下押し圧力入りそうだなって感じの動き方をしてるかな、これを見ると。で、レーザーテックも今日行ってこい。ちなみに。先週金曜日はめちゃめちゃ板良かったんですよ。最後の最後なんて、アンダーですね。板の気配でアンダーが100万株超えてたりとかしてたぐらいだから、かなり買い圧力強かったんだけど、ここ一気にズドンですね。需給重たいので、ここに関しては需給が重たいので、難しいです。はい。上がったとしても売られやすいんですよ、すぐに。で、ここあたりで買ってる人たちがめちゃめちゃ多かったから、それがこぞってね、売ってきたっていう風に考えたら、方がいいのかなと思います。信用の改ざんが、ここもと急増してましたからね。すごいかなり高い水準まで、ここもと数年間で増えてたので、そこで下落圧力入ってる。で、もちろん銀行株とかも、全体的に下落？はい。銀行株見ましょう。三菱 UFJ 1.8% 下落で下落方向にバンドーク中なんだけど、ちょっと日柄調整っぽい動き方をしている。三井住友下落ですね。 1.6% みずほ 2.3% 下落でまだ下落方向にバンドーク中。ここの上昇に関してはボリンジャーバンドのマイナス4シグマぐらいまで下がったので、そこからのそのボリンジャーバンドのマイナス2シグマまでの軌道修正ですよね。はい。マイナス4からマイナス2までの軌道修正が入った、上がっているように見えるんだけど、依然としてこれはバンドークです。日足がボリンジャーバンドのこの下の青のラインに沿って下がる強烈な下落トレンドを継続中。銀行株はやっぱその、今回のね、シリコンバレーバンクショックの矢面に立たされちゃってる感じですよね。ファイナンシャルグループも破綻しましたからね。連鎖破綻が止まらんと。その中でね、各国中銀が協調して、クレディスイスを、まあ、UBS が、まあ、救済という形で買収するっていうニュース出てる。なのに、この弱さなんですよ。もちろん朝方強かったけど、最終的に香港ハンセンの弱さに押されてしまった。香港ハンセンはポイントです、皆さん。必ず見とってください。これ、見てるか見てないかで、ね、かなり収益差が出ますんで。で、最近もね、やっぱその、一旦上がったじゃないですか。ただ、僕はもうデイトレの方、わからない相場なんで、どっちにブレるか。ヘッドラインニュースが、
バン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 飛んできて、それがもうややこしくしてるわけじゃないですか。FOMC も控えてますよね。そこまでは、やっぱりその、重要イベントも控えてるので、様子見姿勢なのかな。デイトレで無難にやってた方がいいのかなと思うんですよね。焦って買ってもしゃあないですからね。頭と尻尾はくれてやれで、もう全般的に押してるんだから、変に、中途半端なところで買うよりも、まあ、一番最安値は残したとしても、逃したとしても、結果が出てからやってもいいのかなと思うんですよ。要は FOMC、パウエルさんの発言とか、今回めちゃめちゃ注目ですからね。銀行が連鎖破綻、各国中銀がもう強調して動かざるを得ないような状況になってきている。インフレはまだまだ続いていて、はい。まあ、データ次第で言ってたパウエルさん、非常に難しい対応に迫られています。0.25% 利上げするんじゃないかと言われてますけどね。はい。でも、難しいよねって感じですよね。ここあたりは。で、日本株の優位性も、もちろん低下中。これ見てほしいんですよ。これ、日経平均割ることの S&P500。要は、分子が日経平均で分母が S&P500。上がると日本株が優位で、下落すると S&P500、米国株が優位というふうに判断するチャートが今下がっていて、5日移動平均線と25日ラインがデッドクロスを組みそうになってるんですよ。要は、ここまでは上げてましたと。3月の10日ぐらいまでは上げて、米国株よりも日本株の方が優勢だったんだけど、それが今、日本株よりも米国株の方が優位性あるよねという、そういったチャートになってる。すべてのトリガーはやっぱしドル円であったりとか、香港反戦が崩れたりあったりとか、ショートカバーを狙った買いが入って、さっきの証券事故、まあ、全体ぶち上げてたんだけども、はい。最後の最後にシリコンバレーショックで、まあ、一気に下にズドンで持ってかれです。いつも、今まで日本株が有していた優位性が全部抜けてしまった。まあ、そこがポイントですよね。はい。そこがポイントですよね。で、ドルベースの日経平均は見るんですけど、ただここに関してはそんな下がってないんですよ。これ日経平均割ることのドル円ですね。なので、為替の変動リスクを考慮した日経平均なんですけど、海外投資家からすると、ドル円が急速にまた円高に進んだので、分子がちっちゃくなった。ということは、このドル建て日経平均の下落圧力が干渉されてるんですよ。なので、そんなに下がってないです。海外投資家から見ると、まあ、そんなに下がってないよね。日本株、為替頼みだけどっていう状況かな。だけど、実際問題、現金で売ってきているので、まあ、そこがね、やっぱその、ネックになってますよね。ネックになってますよね。じゃあ、今日トピックスはどうだったの ?1.5% 下落。で、ここも、5日移動平均線とここあたりの200日、100日、75日、50日ラインの断続的なデッドクロス形成が入ってきていて、引き安値で終わってるから下落圧力が強い。ストキャ、RSI、MACD は依然として、まあ、下落の兆候とか、下げ止まりの兆候とか出てないですよね。で、ニューヨークダウ先物が今ね、2、300ドルぐらい、247ドルから今若干戻して下がってるんですけど、ポイントはここなんで皆さん覚えとってください。市場の不安心理を表すビッグ指数。恐怖指数ですね。今急落でどこまで行くかわからん。まあ、米国株もまだ落ち着かないよねっていう状況の中で、要は回復の兆しが出てくるとするならここを見るしかない。テクニカルとかもまあ通じにくい相場になってるから、ファンダもね、やっぱそのテクニカル的なところで言うと、どうなんだっていう方いるかもわかんないんですけど、ここの期待値を見てほしい。ビックスとマックDがゴールデンクロスを形成したタイミングで株式マーケットは急落してます、今回。これがデッドクロス、青のラインがオレンジラインを上から下に突き抜ける。要はこういった形のパターンが出てくると、そこから株式マーク、米国株は一旦戻し圧力が強くなります。これは過去のデータで何度も見てることです。前回のコロナ、ここ大事なんで何回も言います。おはすの方もいると思うんでね。はい。僕の動画初めて見てる方もいると思うので、もう一回見ます。コロナショック、2020年初頭ですね。ビックス指数は80まで急伸しました。この時に、MACD のゴールデンクロス、デッドクロス形成がどのタイミングで入ってたのかっていうのを見てほしいんですよ。見てほしいんですよ。2月と21日ゴールデンクロス形成。かね。で、ここ。もう一つ手前ですね。3月の23日にデッドクロス形成。このデッドクロス形成したタイミングでニューヨークダウがどうなってたのかっていう話なんですよね。どうだったのかって話なんですね。びっくりしますよ。お初の方は。はい。ここです。2月の28日に天井を取って、ビックスとマックディアゴールデンクロス組んだタイミングで天井を取って急落。
で、3月の23日、ビックスのマック D がデッドクロスを組んだタイミングで上昇です。このパターンです。このパターンは、コロナショック以降ずーっと出てます。継続中です。かけることの SQ 集です。これも毎回言ってます。だから、ビックスとマック D がゴールデンクロスを形成した段階で、SQ 集にアメリカのね、入っちゃうと株式マーケットが急落しやすいよ、不安定になりやすいよっていうパターンがあるんですよ。それを僕はもう1年ぐらい前にもう皆さんの方に配信してるんですよ。これ最新のパターンです。今まではビックスのマックディゴールデンクロス、デッドクロスだけを見とけばよかったんですけど、そこから去年また新しいパターンが出てきてて、それにかけることの SQ 集、今先物期日の入れ替えが行われる週なんですけど、それが一つのポイントになってる。で、動画の最後まで見てもらうと、4つの項目が、この画面に出てくるので、サムネイルがですね、そのうちの爆撃戦略3っていうのを見ててほしい。それを見たら、今回のこの急落に関する謎は解消できるし、僕の動画を見てる人は、そこの知識を理論武装として持ってたので、回避できてる人いるんですよ。で、それを僕はライブ配信でやったり、日頃の夕方の動画とかでも、リアルタイムで何回も言い続けていたので、まあそういったところもあって、まあうちは勝率が高いのかなっていうふうには思います。大体昨日先週の金曜日時点では含み損を抱えている人が 33% しかいなくて、その他の状態の人、利益取れてたりとか様子見てる人がまあ7割方いたんで、この下げてる中でも稼げてるんですよね。稼げてる。やっぱこういったところの積み重ねだと思うんですよ。で、今どこまで行くかわかんないっていう状況じゃないですか。はっきり言って僕もわかんないですよ。わかんないですよ。テクニカル分析やってても、まだ上げてくるような兆候出てないよねっていう状況の中で、やっぱしね、ファンの不安定わからんってなってくると、やっぱしこのビックスを注視してた方がいいと思う。ビックス指数のマックDデッドクロス形成が一つの、要はきっかけになり得るというところだけ覚えておいてください。これは、ここもと、僕は YouTuber として動画を配信し始めてからもう2年半ぐらい経つんですけど、もうずーっとこのパターンは適用できてます。すごい期待値の高いパターンです。よろしくお願いします。じゃあ、マザーズは今日どうだったの？ 4% 急落です。はい。もう一気に下抜きましたね、4%。もう先週の金曜日の上昇どこ行ったのって感じで、一旦パーンって上がったから前年戻し。強烈な売り圧力が入ってるんですよ。なんでなのかっていうと、やっぱデイトレで単日の日ばかり狙いに行った人がマザーズ市場に多かったのかなっていうところもありますよね。はい。これはね、前から言ってることで、この急落し始めた段階で、僕どこが、やっぱ底根かどうかわかんないって言ってるんですよ、皆さんに。今回の問題は、複雑すぎると。いろんな複合的な銀行破綻だけじゃないですかね。その他のいろんなネガティブ要素が絡み合ってる複雑回帰な相場なわけで、僕も体験したことないから、データが揃ってないんですよ。リーマンショックも僕は2013年からこの世界に入ったので、経験してないでしょ。理論的なところは覚えてます。あの時の状況がどうだったのかっていう映画とかもあるじゃないですか。だから全体像とかもやっぱ把握はしてるんだけど、その時の相場のムード感であったりとかって知らないんですよね。その中で僕は安易に皆さんの方に、要はその買いを提案できない。要は僕自身もどこまで、どんな動きするかわからない。予想だにできないから、もうビックス見るしかないねっていうぐらいなんで、だったら、持ち越し怖いんだったら、それ以外の手段で行きましょうっていう形で、デイトレだったらいいんじゃないのっていうことを言ってるんですよね。で、僕の動画であったりとかメンバーシップの中にそのデイトレの勉強会の動画とかいっぱいあるから、それ見てデイトレの熟練度上がってる人結構いるから、そこあたりでね、やっぱ稼げてる人が多いんですよね。やっぱ変動率激しいので、とにもかくにも、こんだけボラですね。変動率が激しかったら、デイトレとかで収益稼ぎやすいんですよ。大型株でも、もし日中の値動き拡大するんだから、それだけ収益上がりやすいじゃないですか。だからそういうところもひっくるめて、デイトレの方が今の相場だったら、持ち越さない分ね、リスクは低めに抑えられそうだよね。で、ボラも激しいから、日中値幅も取れやすいよねっていうところで、できる人はっていう形で言ってます。なので、そういった考えの人が自然とやっぱし多くなってくるこの試合の中で、先週の金曜日全般的に上がったわけでしょ？自然と、やっぱ中小型株に資金が向かったのかなっていうふうに思うんですよ。中小型株。デイトレとか短期勢がね。そういうところで上がったけど、今日一気に前年戻して引き安値で終わって、売り圧力強かったよね、という状況かな。状況かな。で、日本の10年債利回りはちなみにここも下落中ね、0.231% まで下落。依然として債券買いが入っています。日本国内も。で、今現状まだリスクオフです。オンではないです。なんかね、
ツイッターとか YouTube とか見てて、なんかそのリスクオンとか書いてる、ねえ、なんかその人とかいたんですけど、先週の金曜日時点で。依然としてそのリスクオンのムードは出てないんですよ。で、そこの根拠を一個ずつ並べます。まず、有事の円買いが入って、ドル円が今、130円台まで下がってるじゃないですか。有事の円買い。まあ、それが一本目ですよね。で、株が下がって、ビックス指数が、もう一回出しましょうか。で、株が全般的に下がって、ビックス指数が今 27.5 まで急伸中でしょ？根拠3つね、これ。じゃあ次、ゴールド。安定資産である金は、今どこまで上がってるの？ 2000 ポイント、2000ドル超えてるんですよ。安定資産である金が買われてる。どう先物は？下落中です。これ 0.1% 下落。ドクターカッパーは下落。で、銅っていうのは、景気と一致するような形で動いていて、要は、目先その、なんで、景気後退懸念が続くと、要は銅ってね、ものづくりのために必要なわけじゃないですか。銅板であったり、銅線であったりとか、ものを作るために必要でしょ？必須不可欠な、鉱石だと思うんですよ。貴金属だと思うんですよ。で、景気が良くなると、ものづくりが活発になるので、銅価格は上がりやすい。逆に、景気後退懸念が出ると、銅価格は下がりやすい。こういったところを踏まえて、ドクターカッパーって言われてます。で、これは、やっぱし、中国の景気とかっていうところに左右されやすいんだけど、ここは下がってるんですよ。銅先物下がってるんですよ。で、安定資産である債券が買われて、債券価格は上がってるから、アメリカの金利はどうなのって 3.67% まで下がっちゃってる。この6つの要因です。株安、ビックス指数急騰、有事の円買い、金属のある金であったりとか、金は上がって、安定資産である金は上がって、ドクターカッパーは下がってるよ。安定資産である、さらに債券に関しても買いの手が入って、今金利は下落中。この流れ、この6つの流れが出てる時点では、これリスクオフの典型的なパターンなんですよ。リスクオンのパターンじゃないんですよね。そこだけ押さえておいてほしい。要はこの逆回転が起きる状況の時がリスクオンであるわけであって、この6つのパターンが出てる時点で今マーケットはまだリスクオフです。ということはまだその市場全体的に懐疑的に見てる人が多いよね。っていうまあ状況の表れだと思うんですよね。で、銀行破綻っていうところもひっくるめて、やっぱしビットコインとかにも、決済したんじゃないですか。ポジティブに働いてるわけですよ。372番。ここも強い。最近の流れと全く逆行して、ビットコインに資金が向かってますよね。で、中国市場も、香港反戦がこんな形で崩れちゃってるから、やっぱその、上海であったり、深圳総合指数っていう指数があるんですけど、上海も今日下落で、深圳も下がってるんですよ。深圳は中国版のナスダックだと思ってください。深圳っていう地域が中国にあって、そこってハイテクの企業がめちゃめちゃ集まってる、ハイテク都市なんですよね。ハイテク都市なんですよ。まあ、なんていうかな、アメリカのシリコンバレーみたいな感じのところが行ってしまうと、もうここはやっぱ下がってる。なんでかっていうと、やっぱその、シリコンバレーバンクショック、まあ、スタートアップのところもひっくるめて、やっぱし下落圧力入っちゃってる連想的なところもあるのかもしれないね。まあ、それで下がっちゃってるんですよね。中国マーケットも今まで調子良かったのに全面安。極めつきに今、欧州の株式マーケット、代表的なユーロストック50っていう指数があるんですけど、これも下落方向に満足中。日足が、ボリンジャーバンドのマイナス2神話、この下の青のラインに沿って下がる強烈な下落トレンドを形成中ですよね。で、ここのね、パターンはめちゃめちゃ簡単だったんですよね。まあ、下げてくるパターンがもうバチンって出てたんで、ライブ中でも言ってました。もうこれこのサイン出てるんで、RSI の下値抵抗ラインを割ったらやばいよねってことをライブ中でずっと言ってたんですよ。まあ、その通りの動き方になってるのかなって感じがします、ここに関しては。はい、まあ、今、ここの下落は想定通りです。ダイバージェンス効果とかいろいろ出てたので、日足の RSI の割れ抵抗ライン下回って、MACD の下値割れ抵抗ラインも下回って、日足は割れ抵抗ライン切り上がってる中で、まあ、トレンド弱まってて、RSI の下値ラインをバーンって下に突っ込んで下がるパターン。で、このね、パターンは、暴落を回避するパターンとして、めちゃめちゃ期待値の高いパターンなんですよ。で、詳しい動画は、今回ね、実はもう気づいてない方もいると思うんですけど、爆撃戦略4という動画を出してて、そこを見てもらったら、このパターンに関しては、しっかりと把握することができます。はい、直近の銀行株、三井住友であったり、三菱 UFJ とか押してるじゃないですか。それも、この爆撃戦略4に載っている急落パターンが出てたので、起こるべくしてテクニカル的に起こってるんですよ。
そこをね、よかったら見ててほしい。爆撃戦略は今のところ4タイトル出します。1、2、3、4って。全部見ててほしい。全部皆さんの利益につながる動画であったりとか、暴落回避して利益につなげるチャンスを見つける動画であったりとか、そういったものが、すごい重要なテクニカルの期待値の高いパターンを全部格納しているので、通常だったらメンバーさんにしか公開してないですよ、こういった内容。だけど、これは随分前からもう無料で公開してる分であったり、ライブ中で話したりしたから、今回はもう載せます。無料出してます。はい。まあ、メンバーシップ内ではね、もっとそれ以上の話出してるからね。まあまあ、別にメンバーさんもね、いいやと思ってもらってると思うんですけどね。まあ、そんな感じですよね。こんな感じですよね。なので、ドイツダックスもこれも下がってるし、イギリス FTSE も下がってる。強烈なんですよね、欧州の下落かね。もうね、欧州初の下落っていうのは、油断してるとやられるので、で、今回のクレディスイスの件なんて、ここじゃないですか。欧州初の急落じゃないですか。ここも動画で言ってたんですよ、前から。欧州初の急落は、みんなね、見逃しがちだって。欧州初の急落は。しっかりと僕たちは見ましょうって。中国マーケット、アメリカマーケット、日本のマーケットは見るんですよ、人は。ただ、欧州株式市場だけ、どうもね、やっぱその意識を避けてないところが全体的にあるんですよね。僕はもう毎日話してるからさ、あれなんだけど、僕の動画見てる人は見てくれてるんだけど、ただ、市場参加者のうち、欧州のところまで見てる人って全体のパイで言うとやっぱ少なめなんですよ。他の市場と比べると。で、大体年に何回かは、欧州初の急落でやられるんですよね。なので、そのパターンが、やっぱし出てたっていうところで、今回もね、話してよかったなっていうふうに思うんだけども、みんなに注意喚起してたから。なので、現状のマーケットの動きなんですけど、もうね、わからへんっていうところです、はっきり言って。今また下がってるからね、日経平均先物今218円下がって、ニューヨークダウン先物は337ドル下がってますよ。ようわからん。ドル円も130円の70銭台まで、言ってるんで、で、わからないときは、僕は、やる必要はないのかなと、無理に。待つのも相場なのかなと思ってます。ちゃんとね、わかるような相場になって簡単なときにやればいいと思うんですよね。今年の頭から3月頭ぐらいまでの、相場みたいに結構簡単だったじゃないですか。ああいったわかりやすい相場のときに、やっとけばいいんだけども、今の相場って、なかなかその、ヘッドラインニュースにまだ振り回されるような状態だし、どうなるかわかんない。で、ビックス指数も上がってるってところひっくるめると、持ち越さないでやる手段っていうのを講じてもらった方がいいと思うんですよね。まあ、デイトレね、極端に推奨するわけじゃないですけど、デイトレの方がいいのかなって思いますよね。できる人はね。で、ちなみに僕はすべての投資手段を皆さんに提案しているので、短期、中期、長期、すべての、要はその手法を身につけて、初めてすべての局面に対応できると思うんですよ。こういった試合持ち越せないじゃないですか、なかなか。持ち越せないんだったら、長期投資家って、もう粛々と安くなっていくのを待つしかないんですよ。上がっていくのを待つしかないんですよ。ただ、そこに、もう一つね、やっぱしデイトレであったりとか、スイングのやり方であったりとか、いろいろと入ってくると、その局面に応じた、要はその、稼げる手段っていうものが、あるわけです。手に入るわけですよね。だから、やっぱし、一つだけ手法を身につけるってわけじゃなくて、もうオールラウンダーになってほしいなと思って、僕はこういった短期、中期、長期の全ての話をしていますから、まあこういったマーケットの分析はどうしても目先の動きになっちゃうんだけどね。まあそこあたりはしっかりと押さえておいてほしいです。で、今のところビックスとマックD、これだけ見ててください。あんまよくわからんなと思ったら、ビックスとマックD がデッドクロスを組んだタイミングが一つポイントになり得ると思う。そこですね。よろしくお願いします。なので、また動きがあったらすぐに YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、最後に僕、よかったら僕のチャンネル登録と、もしね、この話が参考になったと思ったらね、チャンネル登録と、あと、高評価ボタン押しててもらえると嬉しいです。また夜ね、ライブ配信でもっと詳しい話とかしますし、今日フストレポートも出るからね、まあ、そこのまた解説とかしてきますよ。皆さん夜22時集合でよろしくお願いします。あと、メンバーシップのクーポン、もう半分以上なくなってきます。6ヶ月間 20% オフのクーポンを今回僕の仕事がうまくいった関係で配布してるので、よかったらそれ使っとってください。通常3ヶ月のところ今回特別に6ヶ月してるんでね。まあ安いに越したことないと思うから。メンバーさん検討してる方にとっては、よかったらもう有効活用してください。よろしくお願いします。というわけで皆さん今日も一日お疲れ様でした。厳しいですけど頑張っていきましょう。撤収！